訪ねて。民謡を訪ねて、今日は名古屋のスタジオからお送りします。岐阜県との県境近くにある富山県五箇山地方。この五箇山地方には先史時代からの遺跡があり、かなり古い時代から人間の生活の跡が見られました。また源平の争いの頃には平家方の武士がこの地に身を潜めたという伝説もあります。今日はこの長い歴史を持つ五箇山地方の民謡をお楽しみいただきましょう。まずは2曲聴いていただきます。越中五箇山麦屋節保存会の皆さんの演奏で麦屋節。続いて越中五箇山こきりこ歌保存会の皆さんの演奏で神楽舞です。
ただいまの曲は麦屋節と神楽舞でした。五箇山地方は民謡の宝庫と言われ、中でも今お聴きいただいた麦屋節と次にお聴きいただく小切子節が有名です。毎年9月の下旬には麦屋節を中心とした平家祭り麦屋踊り、小切子節を中心とした小切子祭りが日を分けて行われます。それでは越中五箇山小切子歌保存会の皆さんの演奏で小切子節です。ただいまの曲は小切子節でした。続いて戸井鎮佐節をお聴きいただきます。戸井鎮佐とは五箇山に住む最鎮という小鳥のさえずる美声のことだそうです。それでは越中五箇山民謡保存会の皆さんの演奏で戸井鎮佐節です。Yeah.
最後に2曲、五箇山追分節と古代人をお聴きいただきます。古代人は室町時代に禅僧などによって踊り歌われた田楽の名残をとどめていると言われる軽快な人気曲です。それでは越中五箇山民謡保存会の皆さんで五箇山追分節、そして越中五箇山麦屋節保存会の皆さんで古代人です。ただいまの曲は五箇山追分節と古代人でした。
今日は名古屋から五箇山地方の民謡をお楽しみいただきました。民謡を訪ねてを終わります。